はい、入ってる、はい、そうね、なんかさ、まだはじ…ハロー、リッカパパです。ハカリパパシューナ、皆さんこんにちは、ふたりパパのみっつんです。今日は久しぶりのおうちご飯動画、実家でよく作ってたヘルシーでお腹いっぱいになる我が家の豆腐ステーキをご紹介。スウェーデンでは手に入らない日本の材料で作る喜びに浸るみつパッパ、そしてリカパッパの味の感想は、さらに息子くんの給食事情も食事をしながら聞いちゃいます。最後までお楽しみに。それでは行きましょう、ふたりパパのふるさとの味、ふわとろ豆腐ステーキ。シェアな、皆さんこんにちは、ふたりパパのみっつんです。あ、あそこにいた。リカパパと息子くんです。裸じゃん、ちょっと。ライブじゃないよ。でも今から今日は日本に来て初めてのクッキング動画を出したいと思います。ということで、まあ、みつパパは日本に来て日本の材料を使って日本でしかできない料理をすごい楽しんでるんですけれども、はい、ということで今日はですね、リカパパ何を作るか知ってますか？知らない。はい、リカパパ知らないです。中村家でよく作ってた豆腐ステーキを作りたいと思います。はい。多分リカパパ食べたことないと思う。何？食べたことある。ある？中村家の豆腐ステーキ作ったことあったっけ？ない、絶対ないよ、スウェーデンで。だってスウェーデンではある材料が手に入らないので。はい、ということで早速行きたいと思います。結構ちゃんちゃんとでき、あ、楽しみにしてますか？楽しみにしてます。はい、トリックパパは何言ってるか分かる？何？全部のこれとこれ言わなきゃいけないって言ってる。宿題やってるのね。これとこれとそうね、宿題やってます。このクマは何のクマ？はい、ということで早速今日の材料ですけど、長芋、醤油、それからお豆腐です。あ、そうだ、しまった、ご飯炊くの忘れてた。この家炊飯器がないので、ご飯をね、この鍋でいつも炊いてます。お水につけとかなきゃいけなかったのに。もうね、最近は無洗米を使ってます。無洗米だとね、もうさっさとできるし、あとこういう、うちは15穀米の素を入れてます。こう混ぜて、なんかほんと洗わなくていいって楽だよな。同量のお水とちょっと多いめ、ほんとはこれ水につけて30分とか1時間とか置いておくといいんですけど、今日は時間がないのでもう早速火をつけちゃいます。さあ、ご飯の準備、最初これちょっとうまくできるかな、今日は喋りながら。今日はお豆腐2丁使います。木綿豆腐を使います。うわー、豆腐これもう50円60円ぐらいで買える豆腐だけど、それでも美味しいよね、スウェーデンの豆腐より。全然スウェーデンでも豆腐買えるようになったけど、いっぱいあるけど、やっぱり豆の味のする豆腐ってあんまりないよね。で、水切りとかもせずにそのままやっちゃいます。まあ、でも木綿とかね、固めのものがいいと思うんだけど。そうですね、長芋をすりたいと思います。昨日ね、だからこれを絶対作りたくて、おろし器を買ってきたんだけど、どっかで見た？あった。僕が入れた。そう、ありがとうございます。ボールとかがないから、こういう鍋とかを使って。どれぐらいいるかね、山芋今日半分ぐらいでいい気がする。こんな感じになりました。あ、もしかしたら1本全部いっちゃってもいいかな。うちの実家で豆腐ステーキって言うと大体これが出てくるんですよね。で、今日はまあフライパンでやるんですけど、中村家でやるときはいつもホットプレートでやってみました。結局全部やることにしました。大根とかはさ、スウェーデンで手に入るけど、長芋は手に入らないんだよね。なんかね、それでこれはすごい簡単で、正確には覚えてないけど、ホットプレートでやるから、親父がよくやってた気がするんだよね。まあ、母ちゃんが全部用意はするんだけど、準備は。で、それをテーブルに持ってってお父さんやってみたいな感じだった気がする。はい、できました。いいね、ネバネバ。いい感じで、とろろが。長芋が。
できました。ここに確か卵を入れるんですよ。あ、でもなんか量的に2個入れた方がいい気がする。あ、いい感じ。多分2個でよかったと思う。しっかりと混ぜていきます。あ、そうね、色的にもこれぐらいだった気がする。ほいほい、吹きこぼれてきたらちょっと弱火にします。あと今日は豆腐ステーキだけだとちょっとあれなので、もうなんかこういうお惣菜をの盛り合わせを買ってきました。こういうの便利でいいよね。はい、ということでご飯がだいぶできたので豆腐を焼いていきたいと思います。多分中火ぐらいでいいのかな。なんかあんまり覚えてないんだけど、とりあえず油も引きます。で、今日はちょっと軽くタレっぽいものを作るんですけど、多分醤油、あ、酒とみりんを最初ちょっと軽く煮詰めて、あとで醤油を入れますが、甘めが好きな人はここでお酒入れてもいいかも。あの、麺つゆとかでもいいと思います。を用意しておきます。ふたりパパ。で、これ、豆腐がね、お水が出るからちょっと気をつけた方がいいと思うんだけど。怖い。お豆腐を並べていきます。多分ちっちゃくした方が形は合わせやすいのか。まあ、そのホットプレートとかフライパンの形に合わせてやってもいいかなとは思いますけど、まあ、全体的にお豆腐が敷き詰められればいいんだと思います。こんな感じ。今ご飯は蒸らしにかかってます。お醤油を、お醤油だけでもいいけどね、ちょっとだけ顆粒だし、ちょっと濃いめの麺つゆみたいな感じでいいと思います。で、ちょっとなんか僕もうろ覚えなんですけど、なんかひっくり返してた気がするんだよな、最初。もう強火にしすぎるとやっぱね、焦げてこう、くっついちゃうので。熱い。うん、いい感じだと思います。豆腐が見えてなかったよね、ひっくり返して。こんな感じ。多分、豆腐を焼くと水が出てくるので、そのお水、水分がまあ、ああ、だいぶ出なくなったなーぐらいになったら、っていうのがサイン、次の工程のサインになります。今日はこれ蓋が、鍋には、フライパンには蓋があるといいんですけど、うち、まあ今日ね、借りてるところについてるものでやってるので、蓋がないのでアルミホイルで蓋をしようと思います。うまくできるかな？中村家の味が出せなかったらどうしよう。水が出なくなったなぁと思ったら、とろろをぶっかけていきます。このお豆腐全体に、ちゃんとかけていきます。お豆腐が沈むぐらい。ちょっと多かったかな、やっぱり。あ、でも全部入れちゃってもいいかな。ちょっと皆さんやるときは多分一本じゃなくてもいいかも。まあでもうちは全部入れちゃいます。まあこんな感じになってるわけなんですけれども、この上にもうこのタレを醤油だけでもいいんだけどかけちゃいます。で、蓋がある方は蓋で、ない方はアルミホイルで。ちょっと火を一旦消して蓋をしました。多分5分ぐらい。山芋がちょっと卵が入ってるので少し固まると思うんですけど、まあ、それが固まったらもう食べ頃って感じです。あ、ということで今さっき見たんですけど、もう山芋がいい感じで固まってきたのでこれで完成です。あとは盛り付けこんな感じです。で、みんなご飯できたよ。ご飯の時間です。今日はね、豆腐ステーキです。ふたりパパ、本当はさ、あとさ、あの、これにかつお節を お好み焼きみたい。
あ、確かにそうだね。すごいヘルシーなお好み焼き感。僕それ買わなきゃいけないの。そうだよ。僕それやだ、これつけちゃう。え、あと刻み海苔もかけます。本当はさ、ネギがあった方が良かったんだけど、ネギ買うの忘れちゃったから。イエーイ。こんな感じ。本当にお好み焼きみたい。って言った。豆腐ステーキ。豆腐ステーキ。これ中村家の豆腐ステーキです。いつも日本のおばあさんは作ってもらった。中村家。そうね、でももう多分もう今はやってないと思う。俺が子供の時の話。うん、子供の時。中村家の中村、中村家。お腹すい。うん、タケノコもあるね。美味しそう。いただきますしましょう。はい、みんな二人はいただきますして。いただきます。まずい。炊きたてだからね。もうこれはあとこう適当にこうやって山芋と下の豆腐を取ればいいんですけど、これじゃあ焦げてるから、焦げてないところがいいんだったら真ん中から取れましょうか。イエーイ。息子さん、いい感じで固まってます。熱いからね、気をつけて。はい、でかパパどうかな。で、味薄かったらまだタレが少しあるから、それをなんか足しながら。どうですか。あとスプーン欲しいかも、君。もしかしたら熱い。熱いね。熱そうね、これ。そう、すっごい熱いと思う。どうかな、味は。うん、うまい。そこは海苔がいい。海苔じゃなくて塩昆布ね。あるけど、同じものすぐらい。まあ確かに海藻っていうくくりでは一緒ですね。どう、リカ、これ。美味しいです。本当に。ちょっと今さ、あんまり美味しくなさそうな雰囲気だったよ。なんかとても薄い味。ちょっとタレが、うん、タレが足りないと。本当、うん、俺は場所によってちょっとムラがあるかもね。うん、なんか多分山芋に最初に混ぜて混ぜて焼いちゃうパターンもあるけど、逆になんかうちはなんだろう、醤油を直接かけてた気がする。ほら、かけすぎるとさ、後から調整できないから。君も多分もうちょっとあった方がいい。何だろう。醤油。へぇ、そばつゆと一緒よ。イエーイ。そばに、そばにドップするやつとほとんど一緒。ここで。あ、うん、あ、もうちょっと濃い方が美味しいね。めっちゃ懐かしい味。うん、美味しい。うん、これほんと醤油だけでもいいし。今わかる。今今日のお惣菜はタケノコときんぴらと、あと白あえ、盛り合わせ。リピーター。何？リカパパに言ってますけど。リカパパ見せる？ちょっと待って、言ってますけどってあんた敬語になったね。うん、きんぴら大好き。この豆腐はどうですか？豆腐の味は。どういう意味は分かんない。なんかこれ全然豆腐の味しない。豆腐ってあんま味がないからね。うちに帰ったら、うん、息子くんと待ってた。うん、でも昼ご飯は食べてない。そうね、ジム。あの後行ったね。うん、ちょっと今ジムチャレンジがあります。うん、私パパ。毎日ジム。僕これ買ってたのはあんまり好きじゃなかった。え、鰹節？ここが一番美味しいんだよ。うん、お味噌汁にも入ってるんだよ。でも昼ご飯食べてないから。リカパパ昼ご飯食べてないんですよ。うん、コミに行って、うん、息子くんと一緒に。うん、僕はスパイシーチキン食べた。ポイントのおにぎり。うん、と息子くんはポイントステーキ。そしてお味噌汁で僕のファミリーステーキ食べたかった。虫が、うん、大変だね、それ。ケルションステーキだ、僕はこうやった。ねえねえ、日本の学校どう？ふたりパパ。ねえねえ、日本の学校どう？好きじゃない。好きじゃない？本当、僕行きたくない。なんで？行きたくない。なんか理由があるでしょ。質問ない。友達できた？もうあんた分かる。うん、今でも動画撮ってるからさ、一応改めて聞くんだけど、あんた自分でやって
普通に友達いるじゃん。なんかこの豆腐ステーキ飲み物みたい。柔らかいから、うん、どんどん食べちゃう。今日でもさ、あなたのクラスの先生に会ったんだけど、今日水パパ学校行ったのよ。 PTA の飾り付けしたの、5月人形とあと鯉のぼり図書室に。じゃあ今鯉のぼりの師匠の、うん、そしたらちょうどさ先生いたからさ、お世話になってますって言って挨拶して、給食大変そうですかって聞いたら、昨日こんにゃくだけなんか気持ち悪かったって言ってましたみたいな。ああ昨日教えてくれたもんね、それパパにもね。でもさ牛乳ちゃんと飲んでるらしいじゃん。え、パパ僕コーリーだけ嫌だから何でもかる飲んでねえや。ああ混ぜちゃえばいいんだよ、喉に引っかかるから嫌なの。僕は好き、大好きこれ。うん、とおにぎりもあるよ、こういうおかか。あ、そうだね。あれはでもさ醤油に大体かかってるからさ。そうね、でもしょっぱい、あんまり喉に引っかからない。君も海苔好きだから海苔かけてあげるか。それさ、それかさ、この中入れてあげようか。で、スプーンで食べたら食べやすいんじゃない。全部入れたの全部入れた、うん、これも入れた。スモークしてて美味しくなかった。全部一緒に食べたら大丈夫。あ、美味しかったね、うん、まだちょっとあるね、うん、俺なんか いっぱい食べてもなんかあんまりこうギルティにならない。チーズと美味しいかもしれない。うん、それこそなんかお好み焼きっぽくなるけど、お好み焼きよりさヘルシーじゃん。そうね、粉物じゃなくて豆腐だからプロテインもいっぱいあるし。お好み焼きのソースは僕があんまり好きじゃないね、うん、あんま好き。うん、これ酒のつまみにもご飯にもいいね。なんかこのふわふわでトロトロなのがとても好きです私は。なんか昔、今思い出した、なんかうちはもう本出しとかをこうやって直接かけてた気がする、調味料みたいに。で、うん、その上に醤油かけてたわ、うんうん、で、日本の給食どう、うん、好き。ふたりパパ、日本の給食どうですか。そうね、昨日は一つだけ、昨日あのこんにゃくがダメだったんでしょ、うんうん、大丈夫。今はそんなに厳しくないらしいから。ミツパパが子供の時はすっごい厳しかったよ、うん、知ってた、うん、何食べて、ね、食べてって。待ってます。あのテレビ見たいでしょ、寝ないで。テレビを見たいでしょ。そのテレビを見る時間がなくなるよ。まあなんかゆっくりなのはさ仕方がないからいいけど、あなたはちょっとお話しし始めるとさ食べる手が止まっちゃうからさ。わかるよ、だからエデンだったのろうかも。ティーサーもエンピスってあるから。何、エンピスってあるから。エンピス、エンピスター、ああ、フェンティスター。ああ、フェンティスターね。5分で地図か、スウェーデンの学校で。あ、いいね、それやろう。うちでも知ってた。でも日本の学校はコロナの時はフェムティスタじゃなくてずっとティスタだ、ご飯食べる時。朝からなんかご飯なんか給食の時絶対喋っちゃダメって言ってたね。それ以外の時はマスクしてるから喋ってもいいと思って。してない。でもなんか食べてるかしてない、うん、なんか今日聞いたけどお子さんの中でもうマスク外したくないっていう子供が多いんだって。僕は意見もあります。何、みんないろいろなやり方がありますけど、うん、もう終わる時間じゃない。うん、そうね。いやでも学校でもさしなあ、フェムティスタでも学校でももうしなくていいっていう言ってますよ。とりあえずごちそうさましょうかね。もうまだ、あ、まだごっくんした、うん、お水飲んで、最後喉イガイガしちゃうから。そんなにもちゃんと食べたね。はい、手を合わせて、あ、手を合わせて、ごちそうさまでした。なんて言った今。なんて言った。もし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 
手を合わせて、はい、せーの、待って、せーの、ごちそうさまでした。今、もしそうさまでしたって言ったね。もしそうさまでしたって言ったね。OK。ヘイドー。ヘイドー。スズが、今僕は逃げる。さーて、来週の二人パパは？リカちゃんがいなくなって寂しいミツオです。でも今はリカパパがいた時の動画を編集して寂しさを紛らわしています。そして目下編集中なのがこの前親子3人で行った鹿児島旅行。火山に興味があった息子くんを連れ桜島へと行ってきましたよ。美味しい郷土料理や桜島を望む温泉旅館に泊まり、そのクライマックスはなんとセスナに乗って桜島上空を遊覧飛行。息子くん怖くなかったかな。さて次回はゴリ夢中ドライブ、温泉の作り方、桜島を上から見ようの3本です。次回もまた見てくださいね。スティアンサックスポーセウォーブリエディI love you. Futari Papa.